じゃあ続いてご紹介する企業様ですが、はい、宮沢家はお墓はどんなところにあるんですか？緑がたくさんあって、はい、公園の中にあるね。あ、いいですね。じゃあ広々としてて、はい、なんか心休まる、はい、ゆっくり会いに行くときはゆっくりできますね。へー、はい、いいですね。今日ですね、うん、おすすめのお墓があるんです。あ、なるほど、はい、時代のニーズに合わせて霊園を展開していらっしゃるこちらの企業様です。大切な人が亡くなったとき、自分自身が亡くなったとき、あなたはどんなライフデザインを描いていますか？現代では周囲に迷惑をかけず人生の終わりを迎える終活という言葉が生まれる時代、今や大切な家族や自分自身の最後に眠る場所は積極的に探すものへと変化している。そんな時代に人々の願い、そして思いを形にする男がここにいる。町田泉城園代表取締役社長坂本和夫。平成元年、宗教宗派を問わず利用できる公園墓地として開園された町田泉城園は、時代の変化に合わせ永代供養やペット墓地、さらに今注目を集める樹木葬など様々な選択肢を準備することで、個人そして残された者にとっての最善の場所であり続けている。今回は坂本和夫をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。東京都町田市新小路町というところで、町田泉城園という霊園を運営しております。その中で、株式会社泉城園としては、その霊園の、管理運営、それと開発、それとあと葬儀の方のお仕事なんかも、こちらでさせていただいております。広いですよね。はい、特徴どんなところがありますか？いくつかあったら教えてください。はい、この霊園はですね、ちょうどオープンしたのが平成元年、ちょうど今年で28年目になります。はい、開園当初はですね、いわゆる日本の伝統的な和型の墓地がだいたい全部で2300基ほどあるんですが、そこからスタートしていきました。平成15年、泉城園フォレストパークという形で増設をいたしました。はい、でこちらの方は開園してから15年ほど経ってきて、いろいろお墓に対する、石のデザインの希望とかも様変わりしてまいりまして、まあ、伝統的な和型ばかりではなくて、背が低い洋型といった形、あとそのちょっとお庭風にこう木がいっぱい植わってるものとかも、増えてきてます。でさらに、そこから少し年数が経って、こちらはあの樹木葬、はい、あの最近いろんな番組とかで、あの樹木葬という言葉を聞く機会があるかと思うんですが、こちらの方はあの一般いわゆる墓石の墓地ではなくて 100% 樹木葬の墓地として、今から2年前に増設で開園した場所です。あのオープン当初もう申し込みが殺到したそうですね。はい、まあ、当時平成元年の夏、まだあのバブル景気真っ最中という時期だったんですが、当時まだあのこの辺町田のあたりでもこれだけの大規模な霊園っていうのがほとんどなかったんですね。まあ、ご存知の通り、土地の値段はどんどんこう上がっていくという状況の中で、明日から販売しますよと言ってたんですが、その前の日の夜からですね、あの販売事務所の前にあの来られて待っておられた方が、あの何名かいらっしゃったというような話は聞きました。これでも管理するの大変ですね。そういうところからいきなり環境管理いきなり行っちゃっても大丈夫かなと思います。そうですね、あのさすが専門の、まあ、管理のスタッフも大勢いるんですけども、あのやはり結構植樹されてるエリアが多いもんですから。そうですよね、はい、あのそこら辺の木々の手入れは結構大変で、ほぼ毎日、どこか誰かがあの手入れをしているような状況ですね。いい季節がたくさんあるでしょうね。そうですね、特にあの春先ですと、あのこの例の中には全体で800本ほどの桜の木がいろんな種類のがあるんですけども、まあ、桜の頃、あとまあその後新緑、まあ、するとこれから秋になってきて、まあ、あの紅葉といった形で、まあ、結構四季折々 あの風景はこの中でも十分味わえるような状況ですね。そして近年では時代の変化とともに埋葬にも変化が生まれ始めているという。やはり最近話題のペットのお墓もしっかり
ご用意あるんですよね。そうですね、開園当初からあのペットと一緒に入れるお墓があったわけではないんです、はい、平成15年にこの奥の方を増設したんですね。あのちょうどその頃は、徐々にあの共同住宅でもペット飼ってもいいよっていうようなこう雰囲気、積極的にペットと飼っていいですよといったこういったものも出てきた頃だったんですね。できることなら家族同様なので一緒の墓地に入りたいというご希望もあって、こっちの南側の一部のエリアに人間とペットが一緒に入れるお墓のエリアっていうのを設けて、それを皆さんこう望まれるわけですね。今そうですね、2つ書いてあるが、ペット墓地とペットと一緒にって書いてあるから、はい、違うんだ。そうなんです。あのそういうことなんですね。ペットだけという墓地もあるんです。あるんですか、はい、あ、なるほどね。それとペットと人間とが一緒に入れる墓地っていうのもあるんですね。今すっごい増えてますけど、はい、一番最初にやられたのが、そうですね、泉上園さんだったっていうのは本当ですか。はい、平成16年になりますけれども、うん、そこからあのこのウィズペットという名前をつけましたけど、うん、ペットに一緒に入るお墓はあのうちの泉上園が初めてだと言えると思います。で、あの樹木葬っていうワードがさっき出たんですけれども、はい、ちょっと樹木葬最近よく聞きますが、改めてどういうものか教えてもらえますか。はい、あの樹木葬というのはあのいわゆる一般の墓地はあの墓石を混入してですね、はい、その下に東京ですと骨壺をそのままカロトに埋葬するってケースが多いんですね、私どもであのこちらでやってる樹木葬の場合は、まあ、いわゆるシンボルツリーはいはい、をあのいわゆる墓標の代わりのものとして、はい、植えて、その周り、まあ、大体が芝生にしてあるんですが、うん、そこに大体およそ20センチ角ぐらいのスペース、そこにちゃんと、はい、場所を決めて直接その都度穴を掘るんですね。はい、でそちらにあの実際には骨壺からご遺骨を出して、うん、直接土の中に埋葬するような方法でやってます。ですのであの自然に帰ると、はいはいはい、はい、そういうような形でいわゆる自然層の一部という認識でここではやってます。で、まあ、シンボルツリーの中でその実の下、木の下で挙動で眠ると、こんなスタイルの墓地です。いろいろあるね、あの自分が大好きだった、例えば石原裕次郎さんはね、ハワイの海にとかね、はい、ね、うちの親父なんかは庭の植木のとこに必ずっていうふうに言われてましたしね、はい、と思います。それは望みがありますものね。でも全部に応えられるって大変じゃないですよね。だけ広大な、ここまではなかなかないですよね。まさきいろんな話題でお墓っていうのはピックアップされることが多くなってきましたけれども、はい、その中でお墓の後継ぎがなかなかっていう話も耳にしますが、そのあたりはどういうふうにお考えですか。はい、そうですね、まあ、一般的にはよくお墓行くと分かるんですけど、何々家、例えば坂本家とか宮沢家とか、まあ、あのお家の代々継いでいくという形式が多いんですね。ですので、あのもしご契約された方がお亡くなりになれば、まあ一般的にはご長男の方がその後あのお墓の後を継いでいくという形で、承継という形でどんどん代々継いでいく形になります。ただ、あの昨今社会問題にもなってますけど、まあ、いわゆる少子化ですよね。で、あとその子供さんの兄弟の数も減っておられると、でそのお墓の後を継いでくれる人がいないというようなことも昨今聞かれるんですね。で、残念ながらそのお墓を継いでくれる方がいなくなってしまいますと、あの無縁化したという形になりますので、霊の方に更地にして戻すと、で当然その中に残されたご遺骨はあのご死母の方へ、回送されると、こんな形になってしまいます。で、あの私どもの樹木葬は、はい、永代供養式の墓地という契約方式なんですね。契約された方がお亡くなりになった後、承継する必要がないんです。ですから後継ぎの方がいらっしゃらなくても、未来後そこにずっと眠っていることができると、次の住処という形でですね、最後はゆっくり眠れるという形でございます。泉上園さん、はい、スタッフですとか社員の皆さんの教育っていうのはどういうふうになさってるんですか。教育ですか、うん、もう特に何か座学で走ろうこうしろというのはなくてですね、まあ、基本はあの来ていただいたお客様
まあ、いろんなお客様いらっしゃるわけですけど、 ありがとうとこう言っていただけるように、まあ、それぞれ持ち場持ち場のスタッフがですね、常にそういう意識で仕事をするようにというような形で、まあ、社員には毎日のようにですけどもね、朝朝礼とかでもいいようにはしてます。まあ、実際に職員もですね、やっぱり直接お客様からありがとうと言っていただくと本当にそれがやりがいになりますんでね、これが一番気持ちよく我々も仕事できる、そういうことだと思います。本当にいろいろな工夫をされていらっしゃる中で、はい、年間行事にも力を入れていらっしゃるんですね。まあ、ここは上昇寺が運営しているわけですが、当然お寺の本堂もございます。で、基本は春と秋のお彼岸、それと夏のお盆と、それと年末に、まあ、こちらでは持病会というちょっと言い方をしてますけど、お餅をついて、そのお餅を供養餅としてお墓に持ってってもらうような形の、大きく分けて4つの法要がございます。で、それ以外に先ほど言った樹木葬があるわけですけど、はい、樹木葬の方だけ の、 メモリアルとして、ちょうど4月に桜葬メモリアルっていうのをやってたりします。へ、桜が咲く時期、そうですね、素敵ですね。やはりその先ほど言ったように、ここ桜がメインツリーになってますので、ちょうどその桜の咲く頃にみんなでお墓で来てですね、お墓参りをしよう、みんなで先祖に花見っていうプラス、はい、親族をね、敬うみたいなところ。そうですね。まあ、あと他にはここ浄土真宗のお寺ですので、浄土真宗のお寺で一般的におられる永代供だとか本供といった法要の行事もありますので、全部合わせると年間に6回とか7回法要ですねがございます。誰もが最後に行き着く場所として信頼と安心を守り続ける坂本和夫。そんな男が見据える今後の展望とは。まあ、先ほど言って、まあ、常に来ていただいたお客様にありがとうと言ってもらう、まあ、これをモットーにしているわけですけど、まあ、実は先代の会長も言っているように、まあ、基本的には世のため人のためになることと、時代時代に応じた、まあ、お客様のそういったお声をに耳を傾けて、常にそのニーズに合ったものをご提供していきたいというふうに思っております。では最後になりますが、坂本代表の格言を教えてください。格言、まあ、一言で言うと温故知新というふうに思ってます。泊まるってことはもう本当に古代からずっとやってることですよね。で、その気持ちっていうのはずっと変わらないものだと思うんですけども、やっぱその時代に応じて新しいスタイルっていうのはもうどんどん研究をして、そのニーズに合わせていくということはこれからも進めていきたいということで、お口信とさせていただきました。場所で地域と一体でね、いてくれることを願っております。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。